ポーランド立憲王国は、ポーランドを支配していた国家の一つ。1815年、ナポレオン・ボナパルトのワルシャー公国に代わって設置された。正式には、ポーランド王国という国名であったが、以前に存在していたポーランド王国と紛らわしいため、立憲王国と呼ばれることが多い。ロシア皇帝が国王を兼ねる、帝政ロシアの衛星国である。ナポレオン没落後、西欧諸国は、 欧州秩序再構成のためウィーン会議を開催した。オーストリア帝国外相クレメンス・メッテイルニヒが主催したこの会議では、以下のことが定められた。これを、ウィーン体制と呼ぶ。初期のポーランド立憲王国は、名目上ロシア帝国との人的同訓連合という、形態をとり、大幅な自治を有する上、ロシアの支配にも、間接的に持続する程度であった。しかし、 立憲王国の憲法が次第にロシア当局に無視され始め、自治や自由も徐々に削減されていき、最終的にはロシアの完全なる従属国と化していた。その後からロシア皇帝は先制政治を行い、ポーランドの民族及び民族運動を徹底的に弾圧するようになっていった。1825年12月になると、 ロシア皇帝アレクサンドル一世が死去し、弟のニコライ一世が即位した。アレクサンドルの在位中からニコライは反動的な思想で知られていたので、サンクトペテルブルクでデカブリストの乱が起きた。これによりニコライは帰って反動的になり、ポーランドも含めて厳しい先制政治を敷くようになった。1832年に立憲王国の政体は廃止され、 ロシアの直轄統治とされた。こうした動きに反対し、ポーランド人は1830年に11月放棄、1848年にも民族放棄を起こしたが、いずれも鎮圧された。この時に1万人にわたるポーランド人が亡命し、国外からのロシアからの解放運動を繰り広げていった。クリミア戦争の最中にニコライ一世は病死し、 長男アレクサンドル2世がロシア皇帝に即位した。戦争自体は引き分けの形に持ち込むことができたものの、ロシアの更新性を悟ったアレクサンドルは、ロシアの近代化改革に着手することになった。アレクサンドル2世は、ノード解放令など、ロシアにとって画期的な政策を打ち出したが、実際には、ロシアの農民は非常に貧しかったので、ミールと呼ばれる。 農村共同体に従属して工作せざるを得ないものがほとんどであった。また、エカチェリーナ2世の改革にも見られるように、上からの改革は、非支配階層のさらなる G 行動を引き起こし、結果として反動先制政治に逆行する危険性を持ち合わせている。この場合も、アレクサンドルの自由化改革に乗じて、1863年1月、ポーランド貴族は、 民族放棄を起こした。だが、運動は鎮圧され、帰って先制政治が強化された。このような状況下で、スウェーデン・ノルウェー・オーカール15世は、ポーランドの情勢に心を痛め、また隣接する大国ロシアを牽制する意図もあり、フランスなどにロシアに対する十字軍を立案したが、この計画は、自国政府によって破棄された。また、 欧州諸国もポーランド人の救済に手をかざすことはなかった。1832年よりロシアに実質的に支配されたポーランドは、1917年3月15日、ニコライ二世が退位したことにより、国家元首であるポーランド王の座は空白となった。その後、第一次世界大戦中ドイツで収容されていたユゼフ・ピュスツキが帰国し、1918年11月、 ポーランド共和国が成立する。君主はいずれもロマノフ朝のロシア皇帝が兼任した。年号は在位念を示す。アレクサンドル一世、ニコライ一世、ありがとうございます。